FIAF4 選手権は2015年より日本で開催されている自動車レースの一カテゴリー。国際自動車連盟が公認するフォーミュラ4選手権の一つ。FIAF4 はレーシングカート出身者向けの入門フォーミュラとして日本では2014年以降選手権シリーズがスタートした。それ以前はフォーミュラチャレンジジャパンが 同カテゴリーとして開催されていたが、2013年に休止した。その後を受け継ぐ形で、スーパー GT を主催する GT アソシエーションが2014年に運営団体として名乗りを上げ、服部直樹がプロジェクトリーダーに就任。2015年より、海外ラウンドを除くスーパー GT 前線でサポートレースとして開催されている。なお、1993年から、 国内独自シリーズとして開催されているフォーミュラ4選手権とは運営組織も車両企画も異なる。日本自動車レース工業会主導により開発された専用 F4 車両のワンメイクとし、イコールコンディションとコスト抑制が図られている。また、買いカテゴリからの参加者支援として、オーディション合格者に1年間のスカラシップを与える。 FIAF4 ジャパニーズチャレンジを2017年から行っている。FIAF4 参戦のメリットとして、国内自動車レースの最高峰カテゴリーの一つである、スーパー GT と閉催されることで、メーカーやスポンサー、観客に対するアピール度が高まることが挙げられる。レース映像は GTA テレビが制作し、スーパー GT のレース中継を行う J スポーツで、 ダイジェスト放送されているほか、テレビ、東京系列のスーパー GT でも取り上げられることがある。ホンダフォーミュラドリームプロジェクト、トヨタヤングドライバーズプログラムといったメーカー系の育成ドライバーが参戦しており、成績優秀者は上位の全日本 F3 選手権やスーパーフォーミュラ、スーパー GT へステップアップしている。その一方、趣味として参加するレーサーもおり、 毎戦30代前後のエントリーを集める賑わいを見せている。ありがとうございます。